では発表を始めさせていただきます。よろしくお願いします。私は現在、筑波大学医学部看護学類3年生の佐々木彩乃です。私は4年間病棟での臨床経験がありまして、今年の3月に退職して4月から筑波大学に編入しました。私は千葉県糖尿病療養指導士という資格を持っていて、病棟で働いていた時には主に代謝内科で、糖尿病の患者さんに、療養指導をしたり、糖尿病教室をしたりというようなことをやっておりました。また混合病棟でしたので、さまざまな疾患の患者さんを見てきたという経験があります。今日はよろしくお願いします。まず最初に、高齢者の定義と高齢化率についてお話ししていきたいと思います。WHO の解説では、高齢者とは65歳以上の人のことを表します。もう少し細かく分類しますと、65歳から74歳までが前期高齢者、75歳以上を後期高齢者、85歳以上を超高齢者というふうに定義されております。このスライドの図をご覧くだ、グラフをご覧ください。日本の高齢化率は2021年現在で 29.1% と、およそ3人に1人が高齢者という現状になっております。日本の高齢化率はどんどん右肩上がりで、他の外国と比べてとても高い水準となっております。2050年にはほぼ4割に近いぐらいの高齢化率になると予測されています。今日は高齢者の概論について皆さんにお話ししたいと思っていますので、5つの側面から高齢者を理解するということをしていきたいと思います。まず1つ目は高齢者の体についてです。生理的老化といって、ほとんど全ての人に見られる老いの生理的な現象を言います。まず1つ目、神経系や感覚系については、高齢者は神経細胞が減少し、記憶力や計算力が低下します。また、神経機能が低下することで感覚が鈍くなったり、瞬発力も低下します。2つ目は循環器・血管系の説明になりますが、高齢者の心臓の弾力やポンプ機能が低下して、成人と比べて心拍出量、血液の量が少なくなります。また、動脈硬化によって高血圧が引き起こされます。また、血圧を調節する機能が低下することによって、起立性低血圧といって、立ち上がる際にめまいがするというようなことが起きやすくなります。あとは、血球が減少することで、高齢者は貧血傾向になりやすいということがあります。3つ目は呼吸器系です。肺の弾力性や呼吸筋が少なくなることによって、高齢者は肺活量が低下します。息を吸い込む量が減るので、息を吐き出すことが苦しくなったりということも多いです。あとは、普通の一般成人ですと、食事や唾液を飲み込んだ際、誤って気管に入ってしまうとすぐに咳込んでしまいますが、高齢者はこの反射が低下しますので、誤嚥性肺炎になりやすいということがあります。4つ目、消化器系についてですが、高齢者は歯の欠損や食道筋肉が萎縮することによって、噛んで飲み込む力が低下します。また、お腹の動きや胃液の分泌量が減ることで、消化不良が起きたり、便秘になりやすいということがあります。5つ目、運動器系についてですが、これは今回の大きなテーマである筋力低下が起きやすいです。あとは、関節が硬くなってしまうので、体の可動域が低下して、関節が、あ、しなやかさが低下するということがあります。また、腹筋が少なくなって、
背骨が変形することから姿勢が前屈して腰痛に多くしやすい高齢者の多くの方が腰痛を訴えやすいということがあります。あとは骨密度が低下することで骨粗鬆症が起きて骨折リスクが大きくなります。特に高齢の女性の方が骨粗鬆症になりやすいとされています。最後に泌尿系では膀胱の収縮力や筋力が低下することで頻尿や尿失禁が起きやすいです。高齢者の方はこの失禁をしてしまうといったことで自尊心が大きく低下するということがよくあります。あと男性ですと前立腺が肥大して尿が出にくいといったことや女性の方は骨盤底筋群の緩みから尿漏れしやすいということもあります。では次に高齢者の心についてお伝えしたいと思います。高齢者の心の状態に影響する要因として一つ目は衰退、喪失を経験するということがあります。高齢者は配偶者の死や親しい人の死、体の機能が衰えていくことから孤独感や不安を感じやすい存在です。二つ目は長い人生の歴史を持ちますので数多くの経験や価値観があり、これは心の強みになると思います。3つ目は死に近い存在であり、この特徴から死を身近に感じつつ最後まで精一杯今を生きているかということがとても重要になっていきます。次に関わりという側面から高齢者を見てみましょう。老年期は関わりそのものや関わる人が変化するという発達段階であります。仕事からの引退や子どもを育てるという段階から子どもに見てもらう、介護を受ける段階に変化します。また先ほども申し上げた通り、配偶者や家族、友人など身近な人の死を経験する段階です。あとは病院への入院や介護施設への入所など大きく環境や関わる人が変化します。また運転ができなくなることで外出や移動の制限があったりもします。これらのことから人との関わりが維持できなくなるということや、関わりを維持するためには他者の手助けが必要というような存在になります。次に暮らしという側面から見てみます。まず一つ目ですが、高齢者の家族は変化してどんどん変化しています。3世代世帯が低下しているということがこのようなデータからもわかります。1995年から比べて2016年には3分の1、3世代世帯は 11% まで減少しています。これと反対に単独世帯や夫婦のみの世帯、親と未婚の子のみの世帯が増加しています。2つ目、収入と生計に関することですが、高齢者世帯の平均所得は全世帯平均の6割とされていて、高齢者世帯の約5割は生活が苦しいとされていて、高齢者の貧困も大きな問題となっています。では最後に生きがいというところから高齢者を見てみましょう。高齢者にとっての生きがいは活動を促進する原動力となります。ですので高齢者の交友関係を社会参加につながる重要な鍵とも言えます。高齢者の交友関係や社会参加につながる場を挙げてみました。まずは就労や雇用に関してはシルバー人材センターなどがあります。社会活動、余暇活動においては地域のボランティア活動やクラブ活動などが場としてあります。あとは一生懸命外に出るというわけではなく、
日常生活において家族とゆっくり過ごしたり、趣味に熱中したり、テレビを見る、お友達と雑談をする、おいしいものをみんなで仲良く食べるといったことにも、何気ない生活の中にも生きがいがあると思われます。では次にフレイルについて説明していきたいと思います。皆さん、フレイルといった言葉は聞いたことがありますでしょうか？こちらのスライドで説明していきます。フレイルとは虚弱という言葉を意味していて、健康な状態と要介護状態の中間の段階であります。生活機能の障害や死亡などの転機に陥りやすい状態で、フレイルは体の問題だけではなくて、先ほども説明したような心理的な問題や精神的な問題、社会問題も含まれた総合的な概念であります。少し小さいかもしれないのですが、フレイルの要件としては、こちらに書いてある通りの3つ以上が該当するとフレイルというふうにされています。ここで分かりやすい動画がありましたので、こちらを皆さんに見ていただきたいと思います。以上が東京都医師会からの動画のご紹介でした。東京都医師会なので最後のセリフが東京都からというふうになっていますが、日本全体で取り組む問題になっています。ここでフレイル予防の3つのポイントについてご紹介します。1つ目は栄養。これはバランスのいい食事を毎日とることと、口の中の機能を維持していくことが大切です。特に筋肉の元となるタンパク質を多く摂ることが大切とされています。次に社会参加です。趣味やボランティア、仕事などを通してたくさんの人と関わることが大切とされています。3つ目は運動です。こちらも筋肉をしっかりつける運動が大切とされています。運動をして筋力低下を防ぐことで、転倒や骨折、寝たきりになるリスクも軽減されると言われています。ここからは高齢者を取り巻く医療についてご説明します。高齢者の疾患の特徴をこちらのスライドに挙げました。1つ目は、高齢者は複数の疾患を持っている。2つ目は、個人差が大きく、訴えが様々であるということがあります。3つ目は、症状が教科書通りではなく、非定型的であるということがあります。例えば、肺炎の画像診断をされた患者さんでも、誤嚥やむせ込みなどはなかったというお話もよく聞かれます。4つ目は、水、電解質の代謝異常を起こしやすいということがあります。高齢者は、細胞内液が減少しますので、脱水を起こしやすいということがあります。5つ目は慢性の疾患が多いということです。慢性の疾患が多いということは、病気と長い期間お付き合いしていくという状態になります。6つ目は薬剤に対する反応が成人と異なるということがあります。高齢者は全身の臓器の機能が衰えますので、薬の副作用が出やすかったり、薬の効果が長時間出るということがあります。7つ目は、生体防御力、つまり免疫が低下して疾患が治りにくいということがあります。8つ目は、患者の予後が医療のみならず、社会的環境に大きく影響されるということがあります。ここで表している社会的環境というのは、療養の場をどこにするのか、例えば自宅にするか、施設にするか、病院にするかでだいぶ対応が変わってきます。また家族関係や近くに同居している家族がいるのか、別居しているのかということで患者さんの予後が大きく変わったりもします。高齢者の入院における影響を挙げています。1つ目は、繊毛、認知機能の低下があります。
ここで専門と認知症は全く違うということをご説明します。専門は一時的な意識障害であるのに対して、認知症は認知機能が低下して日常生活に支障を及ぼす、一度なったら元通りには戻らない病気です。ですので、入院中専門を発症した場合と認知機能が低下している場合では対応が異なります。2つ目は筋力低下、転倒です。人間は1週間寝たきりの状態になることで 10% から 15% の筋力低下が起こるとされています。私は整形外科のある病棟でも勤務していたのですが、整形外科の患者さんで足の手術をした後でも手術の次の日から歩行練習を始めます。3つ目は低栄養が挙げられます。低栄養の原因としては、麻酔などのお薬による副作用から来る吐き気、食形態の変化などが挙げられます。低栄養を起こすと褥瘡を起こしやすいので、看護師は患者さんの食事量や採血データから栄養状態を評価することがとても大切です。時には栄養士さんや多職種で構成される栄養サポートチームと連携することもあります。4つ目は孤独です。高齢者は元から孤独を感じやすい存在でありますが、入院中はこれがさらに助長されます。さらに今はコロナ禍で病院は面会禁止ですので、心細く辛い思いをする患者さんたちを数多く見てきました。例えば認知症で入院していることが理解できずに気持ちが不安定な患者さんに対して、コロナ前はご家族を病院に呼んで少しでも安心してもらうという対応をとっていましたが、面会禁止によってそれもできず、看護師も対応に困ることが多くありました。私が印象に残っている患者さんで、長期入院に伴い認知機能が低下し表情が乏しかった高齢の患者さんだったのですが、スマートフォンで家族とテレビ電話をお手伝いした際、ボロボロ涙をこぼしておられました。その時、家族の絆はかけがえのないものであり、普段入院中に病室でどれだけ心細かったのかと胸が痛みました。次のスライドでは医療費の増大について説明します。現在の国民医療費の総額は約43兆円とされています。高齢化に伴い毎年1兆円に近いペースで増加しています。医療費の主な原因としては、やはり高齢化ですとか、日本は長期入院日数が他の国と比べて長いということがあります。あとはこちらの画像を見ていただく通り、国民医療費の内訳としては、高齢者の医療費が約6割を占めていることから、今後も高齢者医療について考えていかなければならないという現状が伺えると思います。最後のまとめのスライドです。日本の高齢化はどんどん進行しています。高齢者をいろんな側面から捉えることが大切ということを、今回は私から伝えたいメッセージでありました。あとはフレイル予防をすることで要介護状態への移行を防止することができるので、フレイル予防ということがとても大切になってきます。高齢者が最後まで自分らしく生きられるように社会全体で取り組むことが大切です。以上です。ご清聴ありがとうございました。